鬼と刀のメリットクラシー。お父さん、お母さん。おや、まだ生き残っているのがいたのか。二本の刀か。殺した。さあ、殺したんじゃないかい？そんな、嘘。お父さん、お母さん、みんな。ああ、殺した。この子は何度言わせたら気が済むのだい？少し喋りすぎたようだね。やっと頭動いてきた。歩いても歩いても山とか森ばかり。もっと簡単にたどり着けるものだと思っていたけど、でも、立ち止まっている時間なんてない。こんなところだからいる。そのまま尻尾を巻いて逃げ出すなら。全力で行きます。覚悟してください。常にこうありたいものですね。ま、見回りの連中もいることだし。そう言うな。私は女子寮の寮。エレメントのレーベル。一応火を操るってことだけど。はい、こちらレティ。道に迷って。って、のんびりしている場合じゃない。ふぅ、やるねえ。あなたは？おう。おっと、自己紹介が遅れてすまない。私の名は。スカーレット先輩、ですか？そんなかしこまらなくてもいいぜ。レティー、姉さん。そう、姉さん。さてと、あんたのことはひとまず、
学園の寮に案内する。はい、ありがとうございます。